スナイプが2012年にまああいつとご縁があってまあ今いいのかな富山県の、まあ、人間の、まあ、楽曲でまああいつとやるっていうまあコンビレーションアルバムででまあ一緒になったことがまあ一つのまあ彼らの紹介でっていうかまあ彼がスナイプが京都にヒルクライムが来るんですよとテロ軍会ってくれないですかって言われたのが初めてでで会って まあ僕、ヒルクライム言われて知ってる歌ってやっぱまあ代名詞的なや歌、春夏秋冬。で、その春夏秋冬ぐらいしか勝ってはいないし聴いてはいないけど、ラジオからも海行けばどこでもなっとったんで。で、あれなんこれもしかして、誰々さんの歌かなと。声が似てたんで。って思ったんですけど。はい。えー、ヒルクライムでって言われた時。えなんなのこの名前。 で、そっからのインパクトがでかいまま出会ったんですよ。何年後かに。まあ、スナイプの紹介で。その時にはっきり言うたんですね、その、ラップをやっとったんで、けど売り方がこの、まあ、ホスト的な髪型とかに見えてしまってた、まあ、ガキなんで、決めつけちゃってたんでしょうね。お前のこと別に好きちゃうねんな、っつって。何しにラップやってんのかもわからへんし、って言うのが始まりでしたね。けど、まあ、あいつのルーツを、新潟の聞いた時に、 なら僕らとやってることはおんなじでそこから意気投合しだすかね彼とは。